Akebono 上手を取りに行きました。高野花は上手が取れない。アケボノも前回しを探ります。アケボノが右を取ればだいぶ有利になりますが、起こしていった。高野花が先に取りました。いい形になってきた。二度目の寄り、もろ差しに変わりました。寄り倒し、高野花の勝ち。